祝電は、チベット仏教の最大宗派ゲルク派の僧侶らによって17世紀以来広く祀られてきたご宝尊である。祝伝という名は、力を持つ者の意である。伝承によれば、ダライラマ5世の時代、同僚に陥れられて、無実を主張するために白い肩を口に詰めて、窒息死した構想の怨霊を沈めるため、これを神として祀ったものであるという。ドルジェ祝殿、または、 ドゲル、ドルギエルとも呼ばれる。元は音量神である、祝伝の手法には反社会的面があり、祝伝を語法神として祀ってきた、ゲルク派内部において、自派の伝統を保持しようとする保守派勢力は、400年近くにわたってンマ派を弾圧するとともに、ンマ派に寛容な内部勢力を粛清する活動を行ってきた。このことが2010年代現在まで大きく宗教と、 政治の両面における問題となっている。祝電信仰を自ら放棄したダライラマ14世は1997年この信仰の否定を公式に表明した。現在、祝電を祀ることはチベット亡命政府によって禁止されている。それに対し、祝電派は欧米において独自の活動を行うとともに、ダライラマ十四世とチベット亡命政府に真っ向から対立している。 ドルジェ宿伝17世紀半ば、ニンマ派をはじめとする多州派との協調関係を基礎に、して全チベットを平定し、長い内戦の末、最終的には、グーシハーン率いる、保守都部勢力を背景にした、ダライラマ五世側が勝利して、ガンデンポタン政権を自立した。その際、選択肢の中を含むニンマ派の協議を、政府の公式な儀礼体系に組み込み、ミンドルリンデラ、 ドルジェタクデラ、ゾクチェンデラのような、ンマ派の大臣建設を全面的に支援したことが、ゲルク派保守派の反発を呼んだ。そのような対立の中で、保守派の代表的な構想トゥルクタクパギエルツェンが、創生し、死因に権威がかけられた。ゲルク派の保守派は、タクパギエルツェンは、ダライラマ5世側の陰謀によって殺害されたと、主張した。ダライラマ5世は、 タクパギエルゼンの慰霊堂を建立して、土地、新宿殿を守護神とし、サキャ派に管理を委託した。ゲルク派の保守層の一部が、この宿殿こそが、タクパギエルゼンの生まれ変わった姿であり、ゲルク派の教義の純粋性を守る守護神であると、みなして、カルト化したため、ダライラマ五世は一転して、これを近況とした。これ以後、宿殿はゲルク派の保守派のセクト主義活動のシンボルと、 なった。ダライラマ五世の死後、摂生三義へギャツは、反対陣営の復権を恐れて、ダライラマの死を隠匿し、密かに、ミンドルリン・テラザス・テルダク・リンパの家系からダライラマ六世チャンヤンギャツを、選出して、教育を行った。その当時、ダライラマ五世に敵対する陣営が招き入れた、ジュンガルブ勢力の侵攻によって、中央チベットの主要な、ニンマ派院はすべて破壊され、 ミンドルリンのロチェンダルマシュリーをはじめとする構想たちが処刑された。ダライラマ6世チャンヤンギャツオは不貧困を口実に追放され死亡。保守都部の主張ラプサンハンによって新たに対立。ダライラマ6世イエシェギャツオが擁立されたものの、チベット人の支持を受けることはできなかった。ダライラマ7世の時代以降は、祝電を支持する保守陣営が完全に復権したため、 ガンデンポタン政府の公式宗教議令からニンマ派の要素が取り除かれた。それ以降12世までのダライラマはニンマ派の教義を修行することはなかったため、祝伝問題が表面化することはなかった。ただし、ダライラマ9世から12世は、成人主政権の座につく20歳前後に溶接していて、政治的暴略で毒殺されていたとの疑惑がたびたび指摘されている。 この期間にゲルク派は、祝伝を旗印に、武力行使を含む強行手段を用いて、チベットの支配を確固たるものとした。ダライラマ13世は、暗説を逃れて、聖人を迎え、政権の座につくことができた。ダライラマ13世は、ダライラマ5世の真の後継者をもって自ら任じ、祝伝崇拝を禁止した上で、任馬派の教えも受けて、 全チベットの統一を図り近代化政策を進めた。当時のゲルク派の代表的な学僧であったパボンカデチェン・ニンポは、ダライ・ラマ13世の死後、祝電供養の手法について、儀礼体系を整備し奨励するとともに、ニンマ派弾圧を強化した。具体的にはニンマ派の寺を強制的にゲルク派に回収させ、グルリンポチの像を破壊し、高僧たちを暗殺していた。また、 ダライラマ13世の進めた近代化政策を押し戻した。パボンカの一番弟子であったティジャン・リンポチェはダライラマ14世の直属の教師となり、ゲルク派内で最も影響力のあるラマとなった。パボンカの意志を引き継ぎ、若きダライラマや他の僧侶たちにゲルク派の教義の純粋性を保持することの重要性を強調した教育を行い、祝電供養の手法をも、 積極的に奨励した。1970年代半ばには、ティジャン・リンポチェの弟子のゼメイリンポチェがティジャン・リンポチェからの聞き書きをもとに、フミと題する祝伝の歴史書を表して出版した。その中では、ンマ派の修行を行いゲルク派の教義の純粋性を損なおうとする者は、祝伝のたたりによって早死にするという主張とともに、パンチェン・ラマ発生など数々のラマの事例が挙げられており、 ゲルク派の保守勢力が400年近くにわたって、呪術的な手法で粛清を継続的に行っていたことを辞任している。甲文の出版を受けて、ダライラマ14世は、自身が過去に祝伝崇拝に関与していたことが誤りであり、自ら祝伝供養を止めたことを公表した上、ゲルク派三大寺院をはじめとする宗派内での公式な儀礼で祝伝の供養を行うことを禁止した。 代わりに、ダライ・ラマ5世に習って、自身の直轄寺院、ナムギャル寺の儀礼体系にニンマ派の儀礼を大幅に、組み込んだ。その後も、自ら属ンをはじめとするニンマ派の修行を積極的に行っていることを、公言している。1997年に、ダラムザラの路上で、仏教論理学院の学長を務めていた高僧の下社、ロプサン・ギャンツォ他僧侶2名が残殺された。 チベット亡命政府及びインド警察は脅迫状などの証拠から祝電信奉者による暗殺だと認めた。これをきっかけにダライラマ14世とチベット亡命政府は祝電崇拝を禁止する政令を再度発布した。2007年、ダライラマが南インドカルナータカ州マイソール軍バイラクッペにある亡命キャンプを訪問した際にセラジ、名学堂が 祝電崇拝を中止しないため、セラデラ自学道との完全分離を命じた。それがきっかけになり、セラジの周囲で、祝電崇拝者グループと反対グループの間に、暴力闘争が起こり、長期間にわたって、すべての公式行事が中止され、セラジが6ヶ月にもわたり、カルナウタカ州警察の管理下に置かれた。祝電の修練の重要性を解いている、チベット人の層も存在しており、 現在でも、ガンデンジ、デプンデラ、セラジの一部の学童において、祝伝の修練は引き続き行われている。また、ティジャン・リンポチェの皇帝、ゲシェケルサン・ギャツは、祝伝支持を強行に主張し続け、所属していたセラジからは追放されたものの、1976年に、イギリスでニューカダンパトラディションという、ゲルグの主流派から独立した宗教団体を設立し、活動を広げた。 また、欧米において、祝電支持を主張して大々的なデモ活動を行っている大きな団体として、ウエスタン祝電ソサイティがあり、彼らは、インターネットやダライラマ14世の外遊先などで、ハンダライラマキャンペーンを大々的に繰り広げている。彼らは、国際的人権保護団体アムネスティ・インターナショナルに、基本的人権である宗教の自由が不当に、 侵害されていると訴えたが、調査の結果、拷問、不当逮捕、死刑などの事実は全く見つからなかったとして、ダライ・ラマが訪問する諸国の行く先々で、ハン・ダライ・ラマのデモを組織していた、国際団体、国際医宿伝共同体は、ロイター通信に中国共産党の支援を受けていたことを暴露された、途端、活動の停止と解散を発表した。 ダライラマ14世は1999年9月6日に海外メディアからの質問に対して、都産項目に分けて禁止の根拠を説明している。また、ダライラマ14世やチベット亡命政府は、中国政府がチベット本土内、インドネパールの亡命チベット人社会、そして欧米に広まった祝電信奉者グループを買収し、政治的工作に利用していると主張している。 祝電数廃車側の表だった反論としては、などの主張が見られる。ありがとうございます。